ちはということで、2月29日火曜日午後5時を回りました。イブロケ785チューズデイ、担当パーソナリティ板谷亜子です。板谷亜子の担当は第2、第4火曜日でございます。この番組は滋賀県草津市の地域の催しや旬な話題を滋賀で今一番熱いアーティストの板谷亜子が音楽とともにお届けするお気楽楽やトークバラエティです。アシスタントの癒し系お母さんたちまゆは本日も産休中でございます。放送は本日もこちら草津夢本陣 FM 草津 A スタジオより2時間生放送で午後7時までイブロケ785をお届けいたします。ということでね、なんかめちゃめちゃ外が明るいですよね。もう春なんでしょうか。なんか私もねだいぶね厚着をして過ごしていたんですけれども、そう私ね先週北海道にいたんです。北海道でねあのライブがありまして、初めてのね北海道ライブということで、やっぱ雪が降ってるっていう印象で、なんかスーツケースのゴロゴロもさ引けないんじゃないかとかさ、いろいろこう考えてね、あとは厚手の靴下履いた方がええんじゃないかとか、すごいもう分厚い服着ていったらいいんじゃないでしょうかってすごい考えて、モコモコな感じでね、もう私自身が雪だるまなんじゃないかっていう状況で行ったんですけど、意外とね雪は降っていたんですけど、私が行った日は結構あったかくてですね、まあちょっとゴロゴロが引きづらいとか移動が辛いっていうのは少しはあったんですけど、北海道の人たちはいや今日はあったかいねとか、そんな言うようななんかちょうどいい感じで、札幌行ってまいりまして、そして先週の日曜日2月の24日には札幌から帰ってすぐ、私主催の滋賀県でのライブもありまして、盛りだくさんでお届けしましたが、もう話したいことたくさんありますので、この2時間でもう話し尽くしたいと思います。この番組ではお便りを募集しております。本日のお便りテーマは歌の広場ボリューム5、各出演者様についてコメント&応援メッセージ。素敵な出演者さんたくさんいたんですけれども、ぜひお待ちしております。2つ目、板谷に言ってほしいセリフ文章、何のこっちゃと思いますけれども、なんか適当に送ってみてください。またカラオケ招き猫主催のイベントスキドルの思い出、何のこっちゃはい、またあなたが昔遊んでいたおもちゃなどなど、さまざまなメッセージ、お待ちしております。2時間ありますのでね、割とたくさんご紹介できると思いますので、気軽に送ってみてください。メールアドレスは a@fm785.jp でございます。タイトルはあのイブロケ板谷とか適当に書いていただけるとわかるかなと思いますので、よろしくお願いします。今お届けしている曲はゲットバックという曲なんですけれども、今回のスキドルという、企画のライブで何回も披露させていただいております。この曲からオープニングをお送りしたいと思います。それではお聴きください。板谷亜子と安西彩で銀杏中毒。銀杏食べて中毒し、バカみたいに死にたい。ワン・ツー・スリー・ファイブ。いろいろ考える人生、頑張っても頑張っても報われない頑張り方。
い、ということでお聞きいただきましたのが板谷こと安西彩のコラボ曲銀杏中毒という曲でした。こちらはですね2月26日の仙台のライブもあったんですけれども、そちらで初めて発売させていただいた CD の中に入っております。この後お送りする〇〇という曲と、そして銀杏中毒という曲、2曲入りでCD を発売しているんですけれども、そもそも2月16日の仙台ライブと2月23日の札幌ライブっていうのがですね、全国にあるカラオケ招き猫のスキドルという大会がありまして、スキドル 5.5 というライブに出演するために行きました。なのでね、普段はなかなか仙台札幌って行かないんですけれども、今回初めて行きまして、なんかすごくやっぱり行ってみないと分かんないですね。仙台ってこんなに都会だったんだとか、いや本当失礼な話なんですけど、結構ね滋賀でもね、滋賀でイベントやってますけど、滋賀に初めて来る人と会ったりして、滋賀ってこんな都会だったんだとか、こういうのあるんだとか言いますけど、やっぱね行ってみないと分かんないことってすごくあって、で札幌もね先ほど言いましたけれども、雪がねちょっと前日、行く前日にちょっと地震があったりだとかして、たくさんの人に心配していただいたんですけれども、やっぱり札幌というか北海道もかなり広いので、ね、面積的にというか距離的に言うと東京と大阪間ぐらいの距離があるんですって、北海道って。だから場所によってやっぱりちょっとこう不安な思いをされた方もいらっしゃったと思うんですけれども、私たちは札幌に行って、ちょっと地震の影響は特になく過ごすことができました。やっぱりね地震とかあるとすごく不安な気持ちになるんですけど、やっぱりその中でも歌っていうのは元気を出せるものだと思うので、どんどんライブっていうのは積極的にしたいなっていうのをひしひしと感じました。でカラオケ招き猫の大会なんですけれども、すごくね私はですねカラオケ招き猫の滋賀県に4店舗あるんですけれども、4店舗とも応援していただいてね、草津店と大津店と三雲店と近江八幡店とね、全部私ね何回も何回も暗記しましてお手伝いいただきまして、ちょっと申し訳ないんですけれどもね、全国で9位になりました。ちょっと投票で落ちてしまったんですけれども、なんかちょっとスキドルについてはまた後々お話ししたいと思いますが、そのスキドルという大会で出会った安西彩さんという大阪で活動しているアーティストさんと、ちょっとその最初特にそんな仲良くなかったんですけど、今とても仲良くなってね、コラボの曲を作るという話にまでなりました。銀杏中毒すごいですね。私こんなえげつなっていうか死んじゃうとかそんな曲作れませんけれども、銀杏わかりますか？銀杏というのはですね、イチョウの木の果実の呼び名ですよ。わかります？はい。私知らなかったんですけどね、居酒屋で平気にポコポコって出てくるじゃん。あれ300個食べたら死ぬらしいですよ。危ないですよ。気をつけてくださいね。というわけで、そのコラボ曲新しく発売したということでね、次にお届けする曲も安西彩さんとのコラボ曲をお届けしたいと思います。銀杏中毒は安西彩さんが作詞作曲したんですけど、次にお届けする〇〇という曲は私が板谷こがやらせていただきまして編曲をお任せしております。ということでお聴きください。板谷こ安西彩で〇〇。近づいたら
この曲はですね、手のひらで手で丸を作って、で両腕でまた丸を作って、最後ハート作るっていう歌なんです。いやね、私の単細胞感がすごい出てると思うんですけどまあ言葉通りなんですよ。でもなんかこう、みんなで盛り上がって前向きになれる曲がいいなって思って、こういう感じの曲を作りましたけど、銀杏中毒といい感じのバランスでいいでしょ、とっても。はい、この CD はですね、おまけの深夜のトーク付きで3曲入りの1000円で販売してますので、ぜひぜひ通販とかやってますので調べてみてください。はい、ですね、今日はというかこのコーナーではですね、私が主催していますイタニャンコプレゼンツ歌の広場ボリューム5 in 滋賀、アクア21というところでやっているんですけれども、そちらについてちょっと振り返りたいなと思っております。なんせ私が主催するフリーイベントですからね、楽しいに決まってるじゃないですか。なんで前田さんまだ来てくれないんですか？まだ顔見えてないですよいや本当にね、いろんな方に来ていただいてね、本当に待ってますからね。近江八幡駅直結なんですよ。結構近いですから、草津から行こうと思うとちょっとうって思うかもしれないんですけど、意外とすぐなんですよ。でね、今回はですね、安西彩さんとクレヨンゆうち、鈴真由美、門在蓮、コンソメプラス、そして板にあこと、6組の女性アーティストで固めました。いや、かなり実力派を揃えておりまして、板にあこはね、本当に会いたい人をどんどんこう選抜していくんですけれども、ちょうどね、札幌帰りっていうのもあって、いやね、ちょっと正直設営っていうか準備の段階ではすごく眠くって、ライブは1時からなんですよ。でも私も一応気使ってね、トップバッターに自分にしてるわけなんで、すぐ出番が来るんですね。だからもうほんと準備しながら、その歌う CD 焼きながらとかさ、うわーっていう感じだったんですけど、本当にファンの方も手伝っていただいたりだとかして、なんとかね、本当アクア21の方が一番の功労者なんですけれども、今回も素敵なポスターと、そしてプロフィールと、もうすごいんですよ。ちゃんとそのショッピングモールなんですけれども、そのショッピングモール内にいっぱい掲示していただいてるんですよ。これって普通のフリーイベントだとなかなかできないことだと思うんですよね。だからそういう関係性がすごいできてて嬉しいなと思うんです。はい、私毎月やってますんでね、3月24日です次。はい、お待ちしてます。で、今回のステージがすごく広いんですけどね、クリスマスの時はクリスマスイルミネーションバーってあったんですけど、今回はちょっと寂しいなって思ったんですけどね、また急いでね、脇でね、ライブペイントっていう形でね、ひたすらでかい模造紙に絵を描き出しましてね、でそれぞれの演者さんのイラストを描いて、後ろにおもむろにペタって貼ったりだとかして、なんか結構そのイラストを私はすごく描くんですけど、お前はね何屋さんなのかと本当よく言われるんですよ。滋賀の歌せんべい作っても歌じゃなくてなんでイラストがついてんだとか言われるんですけど、結構そのイラストも喜んでいただいて、なんか良かったなと思いながら、はい、そんなイベントでした。ありがとうございました。はい、お便りいただいてますのでご紹介させていただいております。いただきます。ベルチー森山さん、ありがとうございます。2月24日歌の広場お疲れ様でした。ありがとうございます。いや、もう本当楽しかった。時間があっという間に感じたライブでした。ありがとうございます。はい、あこさん、私ね、今回ね、なんか近江八幡なんですけど、赤い忍者のコスプレを前日に安西さんからいただいたんですよ。なのでそれをね、もうおもむろにシャッてきて、もう顔目しか出てない状況でエレキギター持ってね、やったんです。甲賀忍法帳っていう忍者のアニメの歌を歌ったんですけど、それが意外と好評でした。はい、顔は目しか出せない本気の忍者姿でニンニンと登場。赤い、忍び姿と黄色いギターでアピール強めの、こんな忍者は見たことない。本当ですね、忍べてないですもんね。赤いですからね、しかもしかも顔を隠したまま歌い出したのはレイヤー魂を感じました。お、ありがとうございます。どんどん口元がね、口の唾でどんどん濡れていくっていう、汚いですね汚い話ですけど、そうそうそう、ちょっと息が苦しくなりながら頑張っておりましたはい、新曲のまるまる、先ほど聴いていただいた曲ですね。本当にいい曲だと思います。ライブの後もまるまるまると自然に歌ってしまいます。歌うと不思議と心が一段明るくなり、力が湧いてくる感じがするんです。勇気と気持ちを前向きにしてくれるあこさんを代表する一曲になると思います。
前日北海道とは思えないパフォーマンスにまた魅了されちゃいました。ありがとうございます。本当ね、北海道だったんですよ。私もね、あのライブの中盤でね、私ね昨日北海道だったのか忘れちゃったぐらい、記憶喪失になるぐらい、先週私本当に仙台行ったのかなって、それぐらいね飛び回ってますんでね、私すごいエネルギーあると思いますよ。だからぜひぜひ会いに来てください。てなわけでね、今回はですね、せっかくあの素晴らしいアーティストさんにたくさん出ていただいたということで、いつものごとくあのそのアーティストさんの曲を1曲ずつあのご紹介させていただきたいと思います。最初にお届けする曲はですね、門在蓮ちゃんという方ですね。あの東京に住んでるんですけど、あのライブで会った時に滋賀がすごい好きっていうことで、なかなか珍しいですよ。あの私滋賀で活動してるって言ったら、マジでみたいな、滋賀でライブしてるって言ったら、出たいみたいな、あの全然まだ始まる前で顔合わせ程度のレベルの時にいきなり滋賀でライブやるから行きますみたいな、なんかそんな人ってなかなかいないから運命だなって思ってます、本当に。で彼女はねまた来てくれることになりましたんでね、すごく楽しみなんですけれども、彼女についてメッセージが来ております。ありがとうございます。ベルチーさんですね。門在蓮さん、歌声と歌詞に込められた力に強く心打たれました。 MC のテンションもすごかった。アメちゃんまで投げてるし痛いですよあれ結構。でも嬉しいですね。音楽のルーツが滋賀に通じてるみたいなので、またゆっくり滋賀に来てほしいですとのことです。それではお聞きください、門在蓮でねえ。歌の広場出演者様より曲をお届けしていきたいと思います。コンソメプラスで Yes Love 未完成と、続いて鈴間あゆみである旅の歌、続けてどうぞ。楽しめもとズボンのファト恋せよ乙女男子も好きなら絶対伝えろもと意味ない発信なんて進め。
2曲連続お聴きいただきました、まず最初にお届けしましたコンソメプラスさんの Yes Love 未完成、めちゃめちゃノリノリでいいですね、本当に素敵。ベルチーさんがまとめてね、あの演者さんのいいところを送っていただいてますので、あの全部ベルチーさんのやつ紹介していきますね、コンソメプラスさんありがとうございます。ポップな曲と楽しい演奏、一緒に踊ったりとノリノリに盛り上がりました。ベースのイッシーさんの MC もなんか好きです、物販に最後間に合わなかったので通販サイト見に行きます。いやでもね、そうやって初めて出会って、いやな通販見に行きたいって思ってくれたっていうのはすごい嬉しいことです。私も嬉しいです、すごく。やっぱり自信を持ってねご紹介してるっていうか。でもコンソメプラスさんに関してはですね、私はね、あのちゃんと対バンというか一緒にあの演技っていうか演奏するのは初めてで、なんか正直あのドキドキしたんですけれども、路上ライブでねお見かけしまして、秋葉原でピカチュウが好きっていうのでね、つながりでそれでつながって、でどうしても一緒になりたいなと思っていたんですけど、ついに今回実現しました。滋賀までありがとうございました。もともと関西人らしいんですけれどもね、東京で活動しているということで、コンソメプラスは一応バンドで女性ボーカル あの今回はベースと2人だったんですけど、まあ4人ぐらい、あのいろんな体制で活動されているということで、私はそもそもねツイッターから発見して追っていたっていうのがすごく驚かれておりました。次にお届けした曲が鈴間あゆみさん、ある旅の歌でございますね。またね淡い歌声であの届けてくれたんですけれども、透明感の中に感情が溢れるステージにどんどん引き込まれました。普段はピアノと一緒に歌われているということなんですけれども、今回のギターと歌も素敵でした。またピアノでのステージも見てみたいです。はい、普段はねピアノなんですよ、グランドピアノドゥルンみたいな感じでやっていらっしゃいまして、グランドピアノというかまあそうね、いろんなピアノですね。でまあ、歌の広場の場合は、まあ、遠征になりますので、彼女も東京から来てくれました。この歌の広場ではね、結構そのカバー曲をやってくださいって言ってるのでね、あのこの曲の雰囲気からね、あのこうはじめ千歳さんの曲とかも歌われていてね、ぴったりでね、もう本当この世界観大好きでございます。鈴間さんもねまた次回決まっておりますので、要チェックでございます。ということでね、時間もないのでどんどん行きたいと思います。次にお届けする曲はクレヨンゆうちさんの曲なんですけれども、クレヨンゆうちさんのメッセージ、夢と希望が弾けるステージに笑顔をもらいました。クレヨン大使層で最後ステージに戻ってこないところまで飛んでいきましたが、それもクレヨンゆうちさんの魅力の一つなんだと思いました。3月の大阪ライブ頑張ってくださいということで、彼女は初めての遠征だったんですけれども、滋賀に来るのがね、なんですけれども、これを機にどんどん来てくれるということなんで、あのぜひぜひあの東京からねまた来ていただければ嬉しいなと思います。彼女のことは何回か紹介しているんですけれども、デジモンがかなり好きで、でそのデジモンの曲を作っている人に自分の曲も作ってもらうなんて素晴らしい、面白い子です本当に。ぜひお聴きください。それでは、ご紹介します、クレヨンゆうちでわがままミシェル。メイクドーグ、言いたいことあったのに、口に
の歌って何なんだ。はい、ということで、歌の広場の出演者の素敵な音楽を聴きながら、板根亜子の宣伝もバッチリ入れてしまおう、そんなコーナーでございます。私はですね、コスプレして歴ギター弾きながら滋賀の歌というものを歌っているんですけれども、滋賀の歌1番から22番まであって、毎回1番ずつコーナー、ご紹介しております。ということで本日は今背景で流れているのは1番なんですけれども、14番まで聞きました。なので滋賀の歌14番をまずお聴きいただきたいと思います。あ、ダメだった、ごめんなさい、同じ CD だったということでね、まあまあこんな感じでちょっと分厚い歌もね、私も紹介させていただいておりまして、安西綾さんの曲も残っているんですけれどもね、一気にこの5時台で歌の広場の出演者の曲を全部流そうっていうね、魂胆でちょっとカツカツで頑張っております。というわけで滋賀の歌14番お願いします。わあ、なんか恥ずかしい、ごめん。なんかすごい素敵な曲いっぱい流れたじゃん。その中に滋賀の歌なんでぶち込んだんだろうって、私も今ちょっと自己嫌悪になるぐらい恥ずかしかったんだけど、滋賀の歌14番流しました。私はですね、22番まで作りまして、実家が滋賀になったのって実は2、3年前なんですね。なんですけれども、ちょっと滋賀への愛というかリスペクトを込めて、ちょっと滋賀県を知らない人にもちょっといいなって思ってもらえるように、多少ね、22番まであるなんてえっていうギャグも込めて、こんなに頑張って作りました。で、全部メロディーが違うというので、一応ね、琵琶湖の中から、ロボットが最終的に出てくるっていう、なんか説明不足感がすごいんですけれども、14番の解説をします。14番は花の寺へ紫式部、プロデューサーになってよ。紫式部は石山寺ですね。はい、石山寺に紫式部が源氏物語を書いたという場所が有名でございます。バームクーヘン、はい、バームクーヘンはね、有名な、わかります？クラブハリエのバームクーヘンが出てきました。そしてたくあんマヨパン、たくあんマヨパンはですね、サラダパンです。はい、話題の海は差し出す、はい、媚び売っている、そんなところでございます。どうして媚びを売っているのかっていうのは、ぜひ、CD をお買い上げいただきまして聞いていただければ嬉しいなと思います。滋賀の方も滋賀県外の方も、そして海外の方にも手に取っていただいております。滋賀よろしくお願いします。滋賀の歌の CD は私の板根亜子の通販でもやっております。イタリアの板根間の谷、アジアの子でやっておりますが、滋賀県内であれ、普通に店頭でも置いてあります。一つ目、草津であるとイオンモール草津店の、島村楽器さん、また A スクエアの十字屋さん、また京都になりますが十字屋三条本店さん、そしてゼゼ本町の恐竜屋さん、そして浜大津のウッドブレッジさんなどなど、なんか幅広い場所で置いていただいておりますので、よろしくお願いします。はいはいはい、てなわけでね、もう5時台もあっという間でございますよ。まだまだ続きますからね、もうよろしくお願いしますね。この私の普段ラジオ聞かない方ね、きっと歌の広場のその他の演者さんのファンの方も今回聞いてくださってるであろうと思って、私の話は短めにして曲をね一気に詰め込んだんですけれども、もうちょっと聞いてやってもいいかなっていう方、そして初めての方はよかったら後半戦もお付き合いいただけると嬉しいなと思います。そして最後の次のね曲はですね、安西さんの曲を流そうと思うんですけれども、またこれはねスキドルのつながりということで、最初にコラボ曲を流させていただいておりますが、私が安西さんのワンマンライブで一緒にゲスト出演出させていただいた時に一緒にコラボさせていただいた私の大好きな曲があるので、こちらを流させていただきたいと思っております。そしてなんと安西綾さんはですね、次回の私の第2火曜日のイブニングロケツ3月12日の夕方の5時から7時までほぼ2時間ゲストで出ていただきたいと思っております。イエイ。てなわけでね、ぜひちょっと来週も聞いていただければ嬉しいなと思います。ぜひ後半戦もお付き合いください。それでは
まだ、あ、まだ、あ、わかりました。あ、そうだ、安西さんの紹介。はい、ベルチーさんからいただきました。銀杏中毒独特な歌詞が柔らかい歌声と軽やかなリズムに乗って心地いいです。いいですよね。24日は2回も聴けたり、ハプニングありましたけど、スキドルの話だったり、ステージを聴きながら歌への愛、を感じました。イタニシスターズが何かの形で実現する時を楽しみにしております。安西さんも急にそんなこと言うんだから。てなわけでお届けします、安西彩でスクランブルエッグ。ぐちゃぐちゃのスクランブルエッグ、今日も失敗か、あなたは笑っておいしいよ。ロケッツ785ウェザーリポートです。明日の滋賀県は気圧の谷の影響によりおおむね曇りの見込みです。滋賀県南部の天気です。北西の風のち南東の風、曇り、昼前まで時々晴れ。降水確率は午前 0%、午後 0% です。朝の最低気温は3度、日中の最高気温は12度です。以上、ロケッツ785ウェザーリポートでした。2月29日火曜日午後6時を回りました。後半戦突入、聞いてる？ありがとうございます。イブロケ785チューズデイ、担当パーソナリティ板谷亜子です。板谷亜子の担当会は第2、第4火曜日だよ。この番組は滋賀県草津市の地域の催しや旬な話題を、滋賀で今一番熱い滋賀の歌アーティストの板谷亜子が音楽とともにお届けするお気楽楽屋トークバラエティです。アシスタントの癒してお母さん滝まゆは産休中だよ。いつ来るの待ってるよ。でも今日も報告がありますので後ほど。放送は本日もここ FM 草津、草津夢本陣 FM 草津 A スタジオより2時間生放送で午後7時までイブロケ785をお届けします。お便りちょっと今日少ないよ、お待ちしてますよ。板谷に言ってほしいセリフ文章、スキドルの思い出、あなたが昔遊んだおもちゃ、あとなんだろうな、今日の晩ご飯何食べるとか、そんな感じでいいです。はい、お待ちしております。お便りテーマのアドレスはですね、 a@fm785.jp a@fm785.jp お待ちしてます。というわけでね、前半の回はですね、私の主催の歌の広場ボリューム5の出演者さんをたくさんご紹介させていただいております。いやー、もうこれライブ来たくなったんじゃないの。
ちょっと出演者変わりますけれども、来月も企画しております。ご紹介させていただきます。3月24日日曜日、イタニャンコプレゼンツ歌の広場 in 滋賀ボリューム6。時間はお昼の1時から夕方の6時頃まで予定しております。各演者さんが2回ずつ演奏します。場所がアクア211階センターコート、 JR 近江八幡駅直結の場所にあります。料金はフリーライブなので観覧無料。出演はイタニアコ、島野瞳、ナース葵、ユーユー、アンチョインベティローズ、早乙女レイナというちょっと新しめなメンツでお届けしておりますが、かなり個性が光っておると思いますよ。お楽しみに。ってなわけでね、最初にちょっと清々しいというか男性の曲もお届けしようかなと思っております。今から流す曲はですね、なんと羽生結弦選手が心を支える曲ベスト3のうちにの一つに選んだ曲でございまして、私と今回出演してくれたクレヨンゆうちちゃんがとてもデジモンアドベンチャーというアニメが好きなんですけれども、彼もすごく好きなんですって。ということで、そのデジモンの主題歌バタフライという曲を歌っている和田浩二さんの風という曲でオープニングお届けします。それではお聴きください。和田浩二で風。マイウォッチ草津のコーナー。このコーナーでは滋賀県の草津市のイベントなどをご紹介するコーナーです。てなわけで、今回ご紹介する内容はですね、この私が今喋っているラジオ FM 草津の開局10周年イベントのご案内です。イエーイ、パフパフパフ、どんどんとかしめてくださいトントン。はい、ありがとうございます。てなわけでね、イタニアコもこの FM 草津さんに関わらせていただいて1年、あ、でも1年経つぐらいですね。もうそろそろ早いです。本当に一人で喋っているのはまだ半年経ってないかなぐらいなんですけれども、ああ、その10周年ということでそのイベントがあります。そして出演させていただきますのでご紹介させていただきます。草津の町のコミュニティラジオ局 FM 草津がお世話になっている皆様に感謝を込めて開局記念イベントを開催します。ご家族揃ってたくさんのご来場をお待ちしています。日時は2019年3月21日祝日木曜日です。夢本陣前広場。この FM 草津 A スタジオが JR 草津駅の近くにある、あの草津塾本陣の近くにあるスタジオで、近くばっかなんですけど、はい、近くなんですよ。その FM 草津の今喋っているスタジオの前にちょっとした広場っていうか、はい、スペースがありまして、そこと、あのこのラジオとの連動イベントになるそうです。時刻は午前中 AM の11時からお昼の PM の3時まで、ちょうどいい時間ですね。こちらの番組は所属パーソナリティがリレーでつなぐ特別番組。テーマは防災放送。大事なテーマですね。にぎやかってやりつつも大事なことを伝える、そんな放送になっています。この回は抽選会もありますのでお待ちしてます。3月21日朝の11時から昼の3時までだよ。よろしくお願いします。以上、マイウォッチ草津でした。よっしゃ、後半戦も気合い入れていくぜ。ボンジョビで It's My Life。 マユネの癒し系お母さんの道。はい、ということでちょっと一回飽きましたけれども、
この番組のアシスタントの滝井真由ことまゆねはですね、今産休中ということで、お子さんもだいぶ大きくなったということで、そのレポートをするコーナーでございます。それでは早速コメントが来ているので読ませていただきます。ハロハロ、息子も生後4ヶ月を無事に迎えました。大きくなりましたね。最近は口をブブーってするのがお気に入りみたいで、しょっちゅうやっています。誰も教えてないし、家でクラシックを聞かせてるのに、クラシックを聞かせてるのはテレビはまだ意味わからんやろし、音楽の言葉の意味もわからんかなと思ってクラシックにしてみたんやけど、思った以上におかんが癒されてるってなわけでね、すごい口がブーっとしてて、なんか唾がボボボって出そうな、でもそんな可愛らしい写真も来ております。そんな調子でクラシックを聴きながら和室で育児をしています。そうなんですね。なんか確かにこう写真で見るとね、こう和室にあの普通の畳の上にポンと置いてあるということはないですけど、あのね、なんかいいですね、和室で育てるって、なんか日本的な感じでね、畳の匂いも嗅ぎながらこう育つっていう感じで、で私的にはクラシックもそうだけどね、まあやっぱり今時なんでね、英語とか聞かせるようになるのかなって思ったら、英語はないそうですね。はい、今翻訳機あるから、息子が大きくなる頃には語学の壁なんかなさそうって思ってるって、はい、なのでなんか別に英才教育なんかしなくていいよって思っている感じらしいです。まあそれはそれでいいんじゃないでしょうか。いやでもね、本当にプレゼントをね、おめでとうって言って、 お誕生日じゃないですけどね、おめでとうってプレゼントを渡す間もなく、どん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 息子さんが大きくなって、あの会う頃にはおしゃべりができるようになっちゃうかもしれないんで、ちょっとね早くちょっと遊びに行きたいなって思っております。てなわけで、このコーナーではアシスタントのまゆねのお母さん具合と、そしてお子さんの様子を見守る、そんな回でございました。続きまして、イタニアコの曲入れていいですかね。イタニアコの東広島酒ロック。いけないんだいけないんだ、先生に言っちゃろ、いけないんだいけないんだ、先生に言っちゃろ、揃った揃った、踊り子が揃った、広島酒ロックをお届けしました。いや酒はね、まあ、滋賀でも有名なお酒たくさんありますけれども、あの私は広島の東広島西条町というところもね、酒蔵がたくさんありまして、であの給食にですね、結構その酒のカスのカス汁というのが結構よく出てきたんですよ。であのすごい苦手で、本当昔はね、今は全然好きなんですけどね、なんかその白いスープっていうか、汁にさ鮭とかこんにゃくとか芋とかいろいろ入ってるやつが出てくるんですよ。で私も一回喋ったと思うんですけど、その給食の時、小学校2年生の時になんか残しちゃいけなくって、で残さな、先生が
まあ、その先生によって方針が違うんですけど、うちの時の先生はあの嫌いな食べ物2種類だけ先生がもらってあげると、人参とこんにゃくとか、ほんで私は味が嫌いですって言ったらめっちゃ怒られて、しょぼーんとして、カス汁に対してちょっとこう苦い思い出があるんですけど、怒られるのはあんま好きじゃないんですよそれで、ま、優等生なんです結構で、まあまあそんな感じもあったんですけど、大人になるにつれてね、嫌いなトマトも食べれるようになるし、カス汁も別に特に意識することもなく食べることもできるようになりますし、だからなんかこう私まだね滋賀のカス汁食べたことないんで、きっとね味が違うんじゃないの、しかも入ってるものも違うかもしれないですよね。てなわけでちょっと食べてみたいなと思う。ということで、あのたくさんメッセージいただいてたんです。本当にすみません、私の勘違いでねえよねえよって言ってたらめっちゃ来てましたんで、どんどん紹介しようと思います。食べ物関連、はい、ゴヤモンブロさんありがとう。銀杏中毒の関連ですね。銀杏は茶碗蒸しに入っているので、そうですよ、あ、そうですね、そうですね、じゃあ茶碗蒸しを300杯食べたら命の危険があるということで、危険ですね、はい、気をつけて。あと今晩のご飯も来てるわ。今夜の食べ物は辛めのものが好きなので、担々麺と麻婆豆腐に餃子を食べますよ。王将行ったのかな、違うか、はい。のっぴーさんありがとう。今晩は朝ドラで有名になったチキンラーメンを卵、チャーシューおよびネギを入れて食べるぞい、きり。あ、いいですね。確かに今やっているね、満腹というドラマはチキンラーメンを作った方の話ということなんですけれどもね、なんかいいですよね、ああいうの見るとすごく食べたくなるっていうか、すごい発明品だから、それを考えながら食べるといいかもしれない。あとは結構いろいろいただいてるんですけど、仙台も牛タンとかさ、あと北海道でもなんか美味しいラーメン食べたりとかしましたよ。ジンギスカンは食べてないよ。北海道の食べ物で一番好きなものは何ですか、五右衛門風呂さんより。そうですね、で私昔小学校の時にね、北海道旅行って、ね、1週間行ったことあるんですよ。でその時に初めて札幌ラーメンというか味噌ラーメンを食べて、めちゃめちゃ感動した記憶があって、いやそもそも私が住んでた広島の時にあまりラーメン専門店っていうのがあまりなくて、食堂とかのラーメンを食べたことあったんですけど、そもそもラーメンが1000円ぐらいして、なんか具がいっぱい乗ってて味が濃厚みたいなのが衝撃的すぎて、なんか本当に美味しかったし、あんなにサイン色紙がたくさん入ってある店を見たのも初めてみたいなまあそんな思い出をね背負って行ったんですけど、うん、まだ私の大好きな味噌ラーメンに当たってないんで、また札幌行きたいなと思います。ありがとうございます。食べ物関連は以上でございます。いやね、お便りあと2つ紹介してもいいですかね。はい、じゃあ紹介します。スーピー、あ、スーピーの郵便屋さんありがとうございます。先日はお疲れ様でした。この方はですね、アイドルが好きすぎて、何ですか、アイドルが好きすぎて応援隊でアイドルになっちゃったっていう、これで説明ができてるのかな。すごいですよね、歌も作っちゃってね、本当に素敵だと思います。スキドルライブ札幌仙台とお疲れ様でした。それで彼らが出演したんです。呼んでくれたらいつでも歌いに行きますよ。おお、待ってますさらっとしすぎ。いやいや本当にね、そんなに本気で活動する気があるならぜひおいでください。あの遊びだったら絶対許せませんよそんなことないですよ、本当にありがとうございます。うん、本当に活動続けてね。平野さんからいただきました、ありがとう。いつも頑張っているイタニャンコさん、お疲れ様です。一昨日のイタニャンコ歌広場、歌の広場本当に楽しかったですよ。もう5回も続いているのですね。これからも頑張ってくださいますし、それにしても毎回感じるのは出演されるシンガーさんのクオリティの高さ。イタニャンコはいつも通り安定のゴリゴリ、赤いくのいち姿が素敵でした。はい、ありがとうございます。気になった曲もね、今日流しましたから、もし聞き逃したら後でまた聞いてみてください。ということでちょっと一旦中断しまして、あの私のね、昔のちょっと思い出の曲、リコーダー、鼓笛隊のリコーデでピッピッピッって練習したことがあるこの曲を、やばい世代がバレちゃいます。はい、お聞きください。宇多田ヒカルでオートマティック。
新 CM 初めて聞いたんですけど、結構なんか幅が広いですよね。なんか私も思い切ってやっていいのかなって思いました。はい、ということでね、なんかちょっと気になったネタがあったんで、このコーナーではあのトークテーマのお便りに昔遊んだおもちゃについて募集したと思うんですけれども、ちょっとね気になったんですよ。なんとバービー人形っていう、まあリカちゃんとはちょっと違うあれですけどね、バービー人形っていうちっちゃい時によく遊んでいたお人形さん、着せ替え人形さんがあるんですけれども、そのバービー人形から車椅子と義足のバービー人形が発売されることになったそうです。これがね6月発売らしいんですけれども、なんか今までに全くいなかったわけじゃないんですけど、ちゃんと正式に発売されるっていうのがなんか今回初めてというかねらしくって、でバービー誕生60周年を記念して車椅子に乗ったバービーと足の取り外しが可能な義足のバービーが登場するんですって。いやなんか私はなんか骨折とか今までしたこともないし、あの元気に普通に歩いなんか生活してるので、なんか車椅子に乗ったりしたことはないんですけど、まあこういう車椅子だったり義足の人がもう普通にもう なんていうんですかね、それがなんか当たり前っていうか、それがねなんかそういうね、だってバービーだってさ普通の美しい人間だけじゃなくって、車椅子に乗っているバービーがいたっておかしくない。いや本当そうだなって思ってこのニュースはすごくびっくりしました。気になる方はぜひ検索してみてください。私はですねリカちゃんとかバービーとか、あとセーラームーンの着せ替え人形とかねよく持って一人でねよく遊んでたんですよ。姉がすごい年離れているので一人遊びがすごい得意になってね、でも男性の人形とかなかったんで、とりあえずなんか女同士の何かをこうなんかわかんないですけどね、友達とかいがみ合いとかなんかやだねいがみ合ってことないですけどね、どっか遊びに行きましょうとかね一人でねこうやったりしてて、まあそういうのがこう想像力とかに生かしてることができるのかな、わかんないですけど、はい、まあそんなわけで、昔遊んだおもちゃ、皆さん男性の方が多いと思うんでちょっと私が知らないものが多いかもしれないんですけど、ご紹介させていただきます。まーちゃんさんこんばんは、ありがとうございます。仙台北海道滋賀と遠征お疲れ様です、ありがとうございます。コラボ曲〇〇はね流させていただきました。昔遊んだおもちゃですが、記憶に残っているのが野球のボード版かな、はあはあ、消える魔球が印象に残っています。すごいですね、消える魔球ボード版、なんか手でカチカチってやるやつなのかな、なんか釘が打ってやるやつかな、違うかな、はい、ありがとうございます。続きましてハッスイさん、ありがとうございます。小学校の頃ファミコンが発売されて、周囲はもう学校帰り集まって、まあなんていうか、うちはゲーム禁止なので買うわけはなく、全く分かりませんでしたが、かなりレアケース、あそうなんだ、なんでしょうね、おもちゃで遊んだ記憶がない、抜け落ちてる、外で自転車に乗ってあちらこちら意味なく出かけてた、駆け巡りの原点かもです。ハッスイさんありがとうございます。なるほどね、まあおもちゃって言ってもいろんなおもちゃありますよ。さっきお酒の話しましたけれども、お酒のさ瓶の上の蓋の部分をこう回してなんか酒ごま的な感じで私よく遊んでいて、で品種でね強い弱いがねなんとなくあるんですよ。しっかりしたなんか作りができてたりとか、そういう遊びとかもしてたのかな。まあ結構外では駆け回るのが好きだったということで素敵ですね、ありがとうございます。と続きましてのっぴーさん、のっぴーって書いてある、ありがとうございます、こんばんは。私が昔遊んだおもちゃは友達とボードゲーム、特に人生ゲームや億万長者ゲームやルービックキューブですかね。昔は6面揃えることはできたけど今は無理だ。嘘、なんで逆にできなくなっちゃってんの。でもわかる、なんかルービックキューブね、何面まで揃え、6面まで揃えることができたの、すごいじゃん。私頑張って3面、持っちゃってるかも、2面かも、どうしよう、今できるかな、渡さないでね、おもむろに、はいっつって、怖い怖い、試されちゃう。これみんなでやったら楽しいかもしれないですね、ありがとうございます。
続きまして、こじこじさん、ありがとうございます。僕の世代はちょうど小学校の頃にファミコンが出始めた世代です。あ、なんかかぶってますね。異様に難しくて理不尽な内容のゲームでよく遊んでいました。なんだろうそれ。今のゲームはどれも絵が綺麗で内容も親切設計なので羨ましいです。それ以外ではガンプラ、ガンダムのプラモデルや金消し、筋肉マンの消しゴム、消せない、あ、消せないんだあれ、知らなかった、とかが人気でした。もっと小さい頃だとルービックキューブ、ロボット型のベーゴマ、ゲームウォッチなどが流行っていました。なるほどね。なんかなんとなく皆さんの共通点がここで出てきましたね。あ、いやもうなんかおもちゃ、なんか昔のおもちゃでさ集まって遊ぶっていうのもすごい楽しいかもしれないっていうことで、おもちゃのコーナーでした。ありがとうございました。またまた私的に懐かしい曲をちょっとお届けしたいなと思います。それではお聞きください。スピードでブレイキングアウトトゥーザモーニング。懐かしいですね。私ね、スピードのね、ヒロのね、モノマネうまいんだよ。はい、ということで、次のコーナーは七色の声っていうコーナーでございまして、あの板にあこに読んでほしいセリフを募集しまして、私がおもむろに読むというそんなコーナーでございます。てなわけで今回もあのチラチラいろんなセリフをいただいておりますので読ませていただこうと思いますね。それで一つ目、あ、これは結構私知ってますよこれ。板谷さんや自分、周りの方々は問題ないですか？複雑に入りきたる現代社会に行ってください。ハスイさんより、じゃあ行きます、エコーお願いします。ぼーっと生きてんじゃねーよー。あ、これ私に対して言われたんですかね。あ、ちょっと待って、これあれですね、チコちゃんですよね。あ、私もね好きなんですよあの番組。ちょっとカツ出ました、ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、どれかな。もうなんかこういうの多いのかな私に対して。じゃあちょっと一瞬だけ BG 落としてください、こじこじさんより。パッパパピコペポパン。漫画ドクタースランプあられちゃんより、ガッちゃんがのり巻きせんべいに対して言ったセリフ、意味は僕にもわからない。はあ、深いですね。いやまあしかもね、このねカタカナ書いてあるんですけど、私これ正確に読めたのかはわからないんですけど、それっぽい感じでいけたと思います。また普段ね紫色の髪の毛ですのでね、あられちゃんって言われることは多いんですけど、ガッチャの方はあんまり言われたことないんで、ちょっとこう新鮮でしたね。じゃあ次にいただいております、ゴエモンブロさんからいただいてます。これをエフォリアルのサマラメ風にいきますね。うーん、いつも死んだわ、トトロトトロ、荒野でみんな安心しが、あ、ちょっと待って待って待って、ありがとうございます。これさ、サマーラーメンっていう曲をさ流してないからちょっとあれですよね。あ、ありがとうございます。エフォリアルのサマーラーメン風にこのセリフを歌えと書いてあったので、歌えじゃないね、読めって書いてあったんですね。はい、ありがとうございます。もう内輪感がというわけでね、セリフはなんかまだある気が、あ、あったあった、はい、のっぴーさんありがとうございます。いきます。私から一つお願いがあります。私のことは嫌いでも〇〇のことは嫌いにならないでください。え、そういうことでしょ。え、どういうこと。なんかこれさ、後でねなんか来たんだよリプで、これバツバツはこう私って入れてくださいって。でも〇〇って後で続くと思わなかったからよくわからなくなっちゃって、またなんかすごい際どいとこ言わせて、のっぴーさん
ありがとうございました。ということでね、お便り本当にたくさんありがとうございました。いや最後にね、スキドルの思い出というテーマでちょこちょことお話をさせていただきたいと思うんですけれども、ありがとうございます。これは慰めのいいねですね。はい、私はですね、カラオケ招き猫のスキドルという大会に参加させていただいておりまして、でその大会が先日ね 5.5 という大会が仙台と札幌ライブを最後に終演したんですね。でまあそもそもこの大会はですね、全国の、アイドルないしアーティストが自分の曲をカラオケに登録して、それを全国のファンの方が歌ってくれることでポイントが貯まるという、そんなシステムで、でポイントがたくさんある方が上位がライブに出演できるという、なんかまあそういうね、こうからくりがあるイベントがあったんです。で私はですね、毎年行われているイベントでですね、スキドル3という大会から出演させていただいておりまして、その参加して始めた時はですね、私はコスプレしてエレキギターを弾いていなくって、まあ前は重機のなんちゃらをやっておりました。まあその招き猫の大会をまあずっと語は出ていないですけど頑張ってね、招き猫に通って歌っていろんな方に協力いただいて、でファンの方もちょっといろいろ変わってはしまったんですけど、でも今の方にも知っていただいて、でまあその招き猫の大会に出ることにあたって、コスプレギターアーティストっていう私の一人のソロの、アーティスト活動が始まったんです。なんですが、その大会がですね、今回で最後になったということで、この私はね、招き猫って言ってね、ずっと招き猫の大会で一生懸命やってきたんですけど、ついに私も活動は2年になりますが、もう次のステップに行かなきゃいけないんだなとすごく思った、そんな先日でございました。このカラオケ招き猫の大会で、ゲットバックというサイレントサイレンの方に作っていただいた曲もゲットしましたし、いろんな方に知ってもらえて本当にいろんなつながりもできて嬉しかったなと思います。そのスキドルについての思い出というテーマで、募集しましたお便り、そちらを読ませていただきます。ありがとうございます。ベルチー森山様、ありがとうございます。正直私がスキドルを知ったのは去年アコさんに出会ってからなので、思い出というにはあまりに少ないと思います。自分のタイミングが悪く、スキットという部屋がカラオケ招き猫にありまして、その端末で配信されております。いつもいっぱいで入れなかった思い出はありますが、でも今アコさんに出会えているのはスキドルがあって、アコさんがチャレンジされたことからつながっているわけで、それはもうありがとうしか出てきません。24日のスキドルの話、込み上げるものがあり、ちょっとやばかったです。ありがとうございます。素敵な機会に、感謝して、これから新しくなるスキドルで思い出作ります。以上です。ありがとうございます。そうなんですよ、なかなかね、アーティスト活動をしていてカラオケに曲を入れるっていうのは一つのハードルだったりするんですよ。最近だと簡単に入れられるようなシステムというか、できてきてるのかもしれないんですけど、その先駆者とも言えるあれですよね。なのでカラオケ招き猫スキットルームちょっと扱いづらい点もかなりあるんですけれども、私の曲ほとんどたくさん配信されてますので、よかったらまた歌っていただければ嬉しいなと思います。はい、こちらハッスイさんからですね、スキドルの思い出、もう星の数くらいいらっしゃると思います。スキドルさん、そうですね、好きという言葉、いろんな例えがありますよね。曲、容姿、行動、歌声、どんだけ招き猫に通ったんだか、スキドル 5.5 で朝歌で経済的に、朝ごはんがっつり、クーポンも有効活用、スキットルームが空いていないという訳したり、おかげさまで、どちらかというと招き猫との思い出。そうですね、本当にありがとうございました。もう得点がね、こう表に出る大会ってなかなかないので、すごく貴重だなと思いました。死ぬほど招き猫で寝泊まりした思い出が今でも蘇ります。ありがとうございます。てなわけでね、招き猫の話はね、続くんです。言うても終わらないんですよね。来週というか次回来てくださる安西彩さんとはその招き猫つながりでございますので、その時でも軽くお話しできたらいいなと思っております。もしよかったら私の曲配信されておりますカラオケ招き猫のスキットという部屋で行っていただきまして、イタニアコ、イタリアのイ、谷間の谷、アジアのこと検索していただいて、歌っていただければ嬉しいなと思います。ちなみにジュイサウンドでも配信してるよ。もう終わりなんですか。今日もあっという間ですね。今日は火曜日ですので、
私テレビ番組出演しております。琵琶湖放送の真夜中のなんじゃかんじゃ、深夜の26時45分から。そしてこちらの番組 FM 草津イブニングロケッツ785、第2第4火曜日夕方の5時から7時まで担当しております。本当にあっという間で寂しいですけれども、また次回も、皆さんお便りたくさんお待ちしておりますよ。ということで次回の放送は3月の第2週目3月12日セイムタイムセイムチャンネルでお会いしましょう。最後にお届けする曲はオフコースで愛を止めないで、ということで担当はコスプレギターアーティスト板谷亜子でした。それではまた。